そしたらもう首にします。バカかお前頭。首にしてホームレスにします。交代しろ。うん無理です。あ、交代した方がいいですか。うん、交代しましょう。そのおばあちゃんにいましょう、うん、そうしてればもっともっとこんなん綺麗に、うん、あ、え、おばあちゃんにここに住んでもらって、うん、僕も新宿に置いてもらう。新宿に交換。あ、そうだね、やんないな。入れるよ。やだよ、いじめされはんかったからやだ。はい、あ、うるせえ。やだ。やじめ。やりましょう。これはやです。一丁やってみっか。やんない。6人のノリでいいのよ。やんない。じゃあそこお、お、やってみろ。やんないよ、バカ。スケベ館長だ、やだ。はい、気がしません。スケベ館長、いやー。何やってんだよ、やだ。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしくよろしくお願いします。チャ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 。いつもニコニコお父さん、ずっと座ってるお母さん、サボるの大好き長男、みんなのまとめ役次男、血はつながってないけど、底辺底辺底辺家族。初めての親子二人配信のまっき。あ、なんかあいつスナックで働いとったのが、なんか占い師にいいって言われたのがきっかけとか言ってた。はいはい。それでもデタラメの占い。あの僕と二人配信。はいはい。結構前からねそれ言ってて。はい。その直そうとしないでしょ。なんか人のせいにしてるっていうか。はい。ああ、まあちょっとそれが当たってるかところあるのかな。それは。引きつなぐやみそかに。おお、あ、すごい出ましたね。さすが。オッケー。あ、まあ、それオッケー出ました。出ました。まちゃんとやんだからな。お、終わってから好きやで、ね、そんな。次。いいえ、子供向けでも。暑くて顔焼けちゃいまった。なんでそんなことしたんだよ。よし、サムネ撮るぞ、サムネ。なんだよ、うるせえな、君。10分だけだよ、10分だけ。さうるせえな、気持ちは。初めての2人配信ということでね。気持ち悪いな。すべて10分限定で。はい。あ、こうやってサムネを撮ってるんですね。あ、ちょっと難しいな。白目出してた。じゃサムネ撮影。白目、はい。はい。気持ち悪い。あ、バカ。もう、映れない。映っ、あ、ま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 、もう一回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 。なんだよ、白目。よし、これで。白目になってるよ。あ、白目になってるか。よし。これで、次で。よっぽど気持ち悪いですね。風呂入らねえ60のババアに気持ち悪いって言われたくないですね、私も。うるさい。はい。うるさいじゃなくて。はい。ちゃんと反論してください。白目になってた、見てみろ。うん。白目になってた。公開詳細説明で収益予報。はいはい。何回言うんだよ。ライブ配信開始。あ、スタートですか。はい、ライブ配信開始。はいはい。何映るように。はい、まだ0人ですね。あ、1人来ました。ほらほら、機嫌よく。こんばんは。一応挨拶をするんですか。こんばんは。渋いっすね。いいねえ。ほら、ね。二人仲良しなとこ見せてやろうぜ。うるせえ。なんでおめえと仲良しになってたんだよ、本当にな。はい。お金のために折れました。気持ち悪い入ってきたよ。大嫌いだけど、やっぱお金欲しいもんな。気持ち悪い入ってきた。うん。気持ち悪いけど、な、お金欲しいから。バイ
校生と一緒だな。気持ち悪い配信。はい。お金欲しいもんな。気持ち悪い配信。お金大好きなもんだ。お金大好きな二人が手を組みました。むしゃ気持ち悪い配信。せーの、二人が大好きなのは、お金気持ち悪い配信。はい。同じ手入れて。はいはい。あ、すげえな。しょうがねえだろ、そんなこと言っちゃ。何がしょうがねえんだよ。気持ち悪い配信。うらさん。はい、二人配信です。はい。ついに二人が組むことになりました。はい、気持ち悪い配信。気持ち悪い以外話しましょう。うるさいな、うん、うるさいなって、あなたの声の方が大きいですよ。しつこい。はい。おめえうるせえなの、なんかそんなねえだよ、見たねえだよ、僕のことねえ。あー、きれいな、今日は。聞くねえよ。聞かん、聞かん。あ、でも引っ張らかな、ちょっと引っ張ったからだって、もう引っ張されてやるはい。どうしたの、そんな。うるさい。うん、うるさいな話。おめえが、おめえが悪い、うるさい以外でお願いします、ね、うるさい、うん、バケだったじゃないんだから。しつこい、うん、うるさいったら。しつこい、うるさいったってなんだ。うるさい、しつこい、うん、うん、しつこいってどういうこと。いや、いいよ、うるさい、さんなの。どういうこと。気持ち悪いよ、うるさい、やだよ、どういうことだ。これ引けてかんってことだ、やだ。はい、気がしません。気がしません。やだよ。大丈夫。やだよ。やだよ。はい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 。ほら、ほら。え、急に立ち上がるから。うるせえ、まーちゃん。はい、まーちゃんはいません。いるよ、そこに。まーちゃんいません。やだ。はい。やだ、待ってなくてやだ。はいはい、ダメです。やだ、やだ。はいはい、ダメです。やだー。よし、泣いてます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 。よし、よし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 。何やってますよ、小指。え、小指どうしたんだ。うるせえ、うるせえよ、もう。やりたくない。はい、ダメです。やりたくねえ、もうやだー、はい、やだー。あ、うちゃん。お。何やってんの、目は。まさお金いらないですか、お金いらないですか、どっちですか、どっちですか、お金いらないですか。トイレ行きましょう。お金欲しくないんですね。うるせえ。はい、うるせえじゃなくて。はい、どっちですか。やめよ。知らねえようじゃなくて、もう来月からお金なくなりますよ。そのもの最悪だよ。はい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 。来月からお金なくなりますよ。来月からお金なくなりますよ。はいはい。はい。じゃあもう。うるせえ。はい、もう来月からお金なしです。いいですね。首で。うんうん。首手じゃなくてお金なしでいいですね。ね、これ下地悪いな、はい、こちょこちょしたんだかな、はいはいはい、もう出ちゃうね。じゃあもうお金なしでいいですか。お金なしで。収益入る日にちですけど、もうお金いらない、はい、お金いらないでいいですね。お金いらないでいいですね。本当に僕振り込まないですよ。うるせえんだよ、はい、おめえは、はい、うるせえよ、はい、お金もらうんだったら頑張りましょう、ね、お金もらうんだったら頑張りましょう。うるせえ、お腹しゃがって、はい、あ、じゃあやるですね。
お金欲しいですね。はいはいはい。はいはい、はい、どうします、お金欲しいですか。うるさいじゃなくて。食ってましたかこの穴。ね。あの音そっくり。はい。もう普通にお話ししましょう。うるさい。じゃあお金どうします。お前も同じだな、二升かと。はい、そうです、二升かです。二升か二升です。二升か二升じゃねえよ。はい、あ、まあ、あ、ごめんなさい。言っとけど、その時何やった、その男何やったか知ってんのか。俺は二升か三升。二升か二升って何やったか知ってんのかよ。知ってんだよ、俺は二升か三升だぜ。二升だよ、男の人50年だよ、女の人。やめろよ、キクちゃん。キクちゃん。うるせえな。うるせえね。キクちゃん。収益欲しいかい。うるせえよ、キクちゃん。ログ。はい。ごめんな、ログ。見よ、ほれ。あ、じゃあ、まあ、収益は欲しいんですね。ログ、こっちかな。うん。まあ、まあ、仲良くやりましょうよ。うるせえよ。お金欲しいんだろ。じゃあ直せよ、こっち、こっち痛くて。はい、はい、痛い痛い、飛んでくれ。うるせえよ、ここでこっち切れるの、ここで。ほら、治った。治らず、あんべきの実感持ちやってもらって。ほら、治った、治った。ふざけんじゃねえよ。はい。ふざけんじゃねえ。はい。あ、でも、ただ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 、こうやって怒ったやつ、こっち直して、これ、はい、はい、直して、はい、こっち直して、はいはい、今、二人配信ってやってんじゃねえよ、ポーチ外してんだから、やってんじゃねえよ、二人配信、はい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 、ポーチだよ、はい、はい、まあ、座りましょう、座りましょう、座る、ね、座るよ、ね、何座ってるんだ、お前、うん、はい、お金稼ぎましょう、せっ、ハニタマ、やっぱ座っていいな、やっぱお金欲しいんじゃん、なんかねえかな、どうせ、はい、で、こっち貸して、待ってて、せえのと思うじゃん、わかったかな、終わってんな、だから今暗くていいでしょ、晴れて食うんだよ、じゃあ配信戻りましょうか、ね、693人見てますよ。なんで急にご飯食べるんですか。ポーチ。どれだっけこれ。頑張れって言ってます。よっしゃ。頑張れだって。さ、頑張りたくねえよな。気持ち悪い。ちょっとよっしゃ。はい。でもね。腐った、お金稼ぐ以上その許さないやつとずっと一緒にやれてきたんで、腐っちゃう、頭生きてるわ、生きてねえ、おめえ死んでんだ、めっちゃ生きてるわ、気持ち悪いな、はい、あ、うめね、あ、じゃあスプーンスプーン、うん、お親壊しちゃうか、うめえよ、僕がいい、スプーン、もう一つこれ、振り取りやねん、食いねん、はいはい、はい、スプーン、カーティー、これ食いねんよ、ごはん、はい、じゃあ、3遍回ってワンって言ったら、何で言うんだよ、カーティーよ、もういい、もういい、もうこれ限った、よし、俺は壊しちゃおうか、いいよ、自分のから壊しちゃおうか、これ言ってんだよ、カーティーよ、取ってみろ、修行だ、ほら、このスプーン取れたらお前の力は2倍ぐらいであるぞ、うせほら、修行だ修行だ、ほら、スプーンはただはい、スプーンを取ろうのコーナーです、はい、よし、取ってみよう、取ってみよう、ほら、修行だ修行だ、ほら、取ってみよう、取ってみよう、うまい、ほら、取ってみよう、わし、びっちょ、いい運動になったじゃねえ、いい運動なんねえ、今日疲れてんのに、うん、疲れてって、ね、なんてもう、ね、世の中の人たちはもっと疲れてますよ、うるせえじゃないでしょ、ね、
え、うるさいじゃなくて。よし、まあ一口食えや。うめえやろ、うめえ。ほら、あー。うめえ。ほら、ほら、ほら、ほら。やれ。いやー、ほんと仲良くなりましたね。なかなかねえよ、なるほど。もう帰って、中入れ。バカだからこれ入れ。もう入れ。入れ。また、早く。ええー。みんなで残ってくるんだ。ええー、スビプ。僕、入りなさい。ええー。みんな入りな。入りな。そう。楽してもらえると思ったら大違いだ。ちゃんとやれ、聞くって怒ってますよ。僕、怒っちゃった。はい。いや、いいよ。いいよ、カメ。はい。僕、やんないで。これ、バカだからしょうがねえんだよ。ほら、ほら、キクさん頑張れって言ってますよ。中入りなさい。水入りなさい。皆さん頑張れって。はい、早く話さないとお金あげませんよ。何入って。はい。入って。はい、菊さん。お、ほら入った。はい、菊さん。見ろ。早く喋んないとお金あげませんよ。あ、ね、熱いじゃなくて。うるせえよ。はい。ね。こんなの汗かいて。ね、ちゃんと配信やりましょう。ね、フライ。気持ち悪いな、ね、お金欲しいんでしょ、お金のためには、ためにはプライド捨てなさい。うるせえ、ね、そんなね、高いプライド持ってもあなたは努力できませんや。プライドっていうのは、あの、努力する人間だけが持っていいものなの。気持ち悪い、ね。僕たち努力したくないでしょ、そうやったらお金のためにすぐね、プライドを。おいしい捨てられ、はい、はい、今関係ない。今冷やさなくても強くなったんだよ。待って、冷やしてきて。冷やさないと起きない。うん、今関係ないでしょ。また冷やしてきて。はい。ね、取り消しをして。もう捨てろ、また。はい。今日これも配信になってないんで、今月の給料0円です。うるさい。ちゃんと落ちっぱやかって。うるさいじゃなくて。うんじゃねー、ほら、テイクテ、はい、バイバーイ、うん、終了と、はい、はい、ということで、はい、初めての2人配信、はい、終わり、まあちょっとね、初めてだったんで、すぐ近くでマーさんも見守ってましたけども、はい、どうでしょう、マーさん全然、チンチンバラバラえ、チームワークバラバラでした。なんかもうマーさん途中で我慢できずに、新しいのに入っていきましたよ、なんか。このババアって。我慢できなかったですか？あれ、タイマー運転で、そういうのもタイマー運転で。ちゃんともう、二人配信だから、一人で配信でちゃんとやんないと思う。一人配信なのに、マーさん入ってきましたよね。でも、ちょっとね。ですから、岩川さんやってみて。お金でちょっとコントロールできそうですね。ただやっぱ視聴者数すごかったですね。こんな短い時間であっという間に800人ぐらいできました。ほら、ちょっと金生みそうですよ。すごいな。わーちゃん、これうまいよ。いやいや、今その話。冷製麦茶やったら美味しいよ。ね、冷製麦茶の。あれ、どうしました、岩川さん。うまい。最高。あ、もう限界超えました。なんか会社倒産してみたいな顔しました。やだな。キクさんは美味しいですか？美味しい。ということなんで。またね、機会があれば、はい、やりましょう、はい、はい、頑張ってください、頑張ってください、本当に疲れた。母さんを新宿に捨てに行くぞ、ノーマッキー、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。この前、まあ、岩川さんが、はい、お前もうホームレス卒業して、はい、家見つけたんだから、はい、うん、卒業式でラストホームレスやれって言って、はい、新宿で僕野宿してきたんですね、はい、で その時にまあ寝てる間も依頼心でも寝てるとこずっと流してたんですよ、はい、そしたらなんかマーさんコメントくれたんですよ、僕寝てる、やりました、もう、もう2時間ぐらいありましたね、ああ、まあその2時間3時間ぐらい僕は寝てたと思うんですけど、はい、その間になんかコメントくれたらしくて、はいはい、当然僕は寝てるから読めないし気づかないじゃないですか、はい、
それをなんで呼んでくれないんだってちょっと怒ってましたけど前も言ってましたもんね、はい、あの岩さんの配信にコメントした時とかに、はいはいはい、まあ、読めないといけないじゃないですか、はい、見逃しちゃって、はい、その時に、はい、夜間の野郎なんで読まねえんだって思ってる僕はもう嘘言えないからもうそうでした意外しょうがないじゃないですかだって僕その配信が終わって2日後ぐらいにこう来たら、はい、コメントしたのにって言われたんでいやそれはちょっと寝てるんでたどればもしかしたらかもしれないけど寝ぼけてるしたどらないじゃないですかなんかそのホームレスの方も、はい、男性女性男性の方は話してたら実はちょっと下ネタが好きで、うん、64歳だからマーさんの1個上ですよ今年のマーさん63そうですねもう1個上かもしれない、うん、あほぼ同世代で下ネタ好きでなんかちょっとマーさんに似てるなって思ってそれですか、うん、もし機会があればね新宿行くようだったらもうマーさん紹介したいと思って仲良くなりそうだなと思って違うんじゃないですかうん、私も会ってみたい。あ、会ってみたい。あ、本当ですか？うん。あ、マーセンツならいい。あの、80歳のおばあさんもいらっしゃったんですけど、うん、その方はすごい穏やかだったから、うん。ちくさんのお話合うと思うんですよ。じゃあ、そう、優しい。おばあちゃん好きだもん。うん、じゃあ、酒飲むか？おばあちゃん好きだもん。だけど、じゃあ、酒ガンガン飲ましちゃうんだよ。酒はそう、無理。ガンガン飲ましちゃっても。酒は無理。酔っ払わせちゃった。ただ、いろいろな話。何しようとしてるのおばあさん酔わせて。怖いですね。80歳のおばあちゃんを酔わして。なんかナンパでもしようとしたんですよ。そんなんなん。で、あ、雷が。ほら、神様は怒ってる。こら雷親父みたいな、俺らがしました。でも、冗談が会いたいですもん。あ、本当ですか、はい、いや、なんかね、機会があれば。服も欲しいって言ってたんでね、なんか、いらない服あげたいぐらいですね。じゃあ、うん、探して持ってきますもん。はい。もういろんな、はい。じゃあ、そんなったら、はい。まあ、荷物なんであんまりいっぱい持てたら、ね、はい。あれで少し、はい。はい。わかりましたら、もう、そこチャンネルって T シャツ作って、うん、そこら中のホームレスで着せる。いや、なんか話聞いたらね、夏は替えの服がなくて臭くなっちゃうから、なんかちょっと悩まれてたんで、うん、服喜ばれそうですよ、うん。ご飯とかで喜ぶかも。ご飯はやっぱ怖いんだって。うん、傷んでたらどうしようっていうのは。ああ。特に夏の時期は。うん。ご飯の方が僕喜ぶかなって勝手に思ってたんですけど、うん、意外にそういうのあるみたいですね。うん、夏は、ちょっと服がね、みたいな感じでした。そうだね、無料広告になるじゃないですか。そうですね、なんか最近新宿でそこチャンネルっていう、なぜか服着てるホームレスの方はよく見かけるんだよな。あれ何なんだろう、そこチャンネルって服をやたらホームレス着てるけど、ちょっと検索してみよう。あ、YouTube でできたの見てくれるっていう。そうですね。そういう、はい、そこチャンネルで制服しましょうか。そのホームレス、はい、お願いします。はい、お願いします。うん、はい、まずそう80歳の方とかもいたんで、もしかしたら草も長くなるんですね。うん、まあ、動画でチラッと見たわけですけど、なんかいいおばあちゃんでしたね。すごいです、80歳なのに朝からもう炊き出しを3つぐらいはしごして、お弁当いっぱい集めて、はい、でおばあちゃんだからそれ食べるのかなと思ったら、そのなんかちょっと足が悪いホームレスの方とかもいるから、うん、それで配ってあげてるんです。すんごい、すんごいおばあちゃん。配る代わりにそういう場所を取ってもらっといたら、そこで寝るとか。そうですね。聞くより全然いい人じゃん。本当にもう自分だけだったらもう人のことをもう助けてあげましょうと。自分はこうなんだけど、はい、なんでそんないい人がホームレスなんですか。あ、そこの字はごめんなさい、そう聞けなかったですけど。ですか。いや、なんてことない。あんな人からやらねえわ。まあいろいろあるんでしょ、事情が。ってこの人の家あって、そんないい人がなんで家ないの。いや、菊さんに家あってもいいんですけど、もちろん、まあね、あんないい方だからね。家なんて生意気だよ。おい、うるせえから。交代しろ。無理です。あ、交代した方がいいですか。うん、交代しましょう。そのおばあちゃんにいましょう。そうしてればもっともっとこんなの綺麗に。うん、おばあちゃんにここに住んでもらって、うん、キムソクも新宿に置いてもらって、新宿に交換。やだよ、そんなの。絶対やだ。やだし、やだ、マッチョが入らないの。やだ。いいじゃないか。やだよ。えなり君みたいな。ノリで言うなよ。不思議だってもういいじゃないか。同じ。そんなことはね。あ、そんなことはしちゃう。うん、だってまだ60歳なの。
そのおばあちゃん80歳で生きてるんだから大丈夫だよ。やだ。よし、やりましょう。やだ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 。やだじゃない。なんか待ってた。バカバカ言うな。うん。ではないと。いや、ほんと一日中歩くって言ってましたもんね。うん。いいじゃん。すごい体力です。あ、そうやったら健康にもなるし。いや、嫌です。よし、1ヶ月くらいこじきなってこい。うん。バカバカ留学みたいな。やったよ。ポンポンで歩けとかしてん。バカやろ。いいじゃねえか。うん。そしたらちょっとな、そう、歪んだのもダメだよ。いや、私はそういうの嫌いなの。嫌だ。枕買ったら寝られないから嫌だ。枕じゃん。本当にそんなっちゃ分かんないんだよ。枕なんてないっすか、このまま。枕なんて、枕が変わると寝れないって甘えです。寝やすい。人間どこでも寝れます。あ、そ、そんな寝られないな、私。寝れるよ。やだよ、夢に殺されへんとか、やだ。はい。うるせえ。やだ、先生。はい。やだ、まあちょっと。もし、ここまで嫌って言ったらやらせたいな。性格悪い。俺はワクワクしてきたぞ。ワクワクやってる。ゴミみたいな。ゴミ悟空。うんこ悟空。結局、新宿まで連れて行って、うん、で置いてくれば帰れるよ。多分ダメですよ。よし。やりましょう。これは。やです。一丁やってみっか。悟空のノリでいいの。お、お、お、やってみろ。やんないよ、ばば。冗談。お、信じろ。冗談か。全然面白くない。やです。なんで今の。ビュー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 は冗談です。一つも面白くなかったんだ。もし機会があればね、うん、今度。ちょっとね、もう僕の家族ですって皆さんに紹介してもいいですか、じゃあ。相手ですもんね。お世話になったんで。そうですね。80歳で大変でしょ。いや、大変だと思います。でも元気でしたね、ほんとに。おしゃべりもね、なんか流暢でしたし。電車でお年寄り行ったら席譲るだろ。うん、そうだよ。私も譲ったこと何回もあるよ。うん。じゃあ、な、家譲ってやるよ。なぜだよ、お年寄りやつは、お前。お年寄りが外にいるんだよ。譲ってやれよ。そうですね。そうですね。まあちゃん、そんなこと言ってんだったら、あれ、まだ来かな。まあ、まだ言ってますよ。って。まあ、ただ僕はそのお話でできなかったんですけど、はい、その一帯結構いろんな方いまして、ほんと女性も多かったんですよ。うん、多分、まあ、割とやっぱり年上の方多かったですけど、うん、福田真央さんとか年下じゃないかなっていう女性もいました。会いたい。中川さん、お願いします。会いたい。あ、じゃあ、ばあさん、ちょっと家譲りますか。会いたい。あ、逆に逆に、うん。じゃあ、ばあさん、1ヶ月ぐらい。ダメ！やだ。まーちゃん、ホームレス、やだ。やだ。どっちか選べ。やだ、無理じゃない。いつからそんな話になったんですか。バカ。バカは言うな。どっちがいいんだ。ホームレスやるのと、ホームレスやってもらうの、どっちがいいんだ。やらなきゃいけない。誰もやねえぞ、バカ。あ、早く。やらない。まずはその、ホームレスされてる女性まで会いたいと思います。会いたいですね。会ってどうしたら。会っても、会って、まあ、ちゃ。茶でも飲んで、茶でも飲んで、お菓子でも食いながら、ビールを飲まして。ね、やっちゃうのっぺ？いや、そういうことしない。うるさい、またやる！許さねえ、バカ野郎。じゃあ、ダメ、ダメ、絶対ダメ。やだ、マーちゃんは絶対強いですから、ダメ。あ、うんじゃあ、あなたがホームレスやるしかない。やだ、それしかないんだよ。やだ、合うのは合うけど、やだ、それだけやる。じゃあ、どっち選ぶんだよ。どっちも嫌って言ったらすまねえだろ。なんでそれしか道がないんだよ。何でそんなにないんだよ。大向さん。じゃあ3つ目の道作ってみよう。じゃあ、お前さんも入ってんの。ゼロにすかな。あ、何ゼロにお前さん入ってゼロすかな。そしたらもう首にします。バカか、お前頭。首にしてホームレスにします。ホームレスはやらってんの、あんた。じゃあ、まずはお願いできますか。あ、いいですよ。はい。何事も勉強だよ。やだよ、ちゃんとふざけんじゃねえ。でもおかしくなって、これになっちゃうし。
すごい怒ってます。お前のせいだよ。って言ってますよ。実写で初めて来ましたよ。いや、ネキさん、やめましょう。そんなことなしです。もちろんなしです。ああ、うちはもう代わりに、ピリアスさんの仏壇壊しましょう。はバカ、うん、なんだか。ばあさんがホームレスなるか、あなたがホームレスなるか、仏壇壊すか。この三つです。そんなことしたらおめえを殺す、うん、だから、三つです。とにかく選んでください。何です？どうしても変だ。しょうがないでしょ、もう。なんでしょうがないんだ。おめえは何でそっち決めんだよ。じゃあ仏壇壊すでいいですか。クニャさん言ってきてどうせだよ。うん。あ、仏壇。やっぱり怒った。あ、今クニャさん。あ、今クニャさんに聞いたんですか。カンカンに怒った。あ、怒ってます。うん。なんで言ってました。そんなことしたらおめえ交通事故と。あ、じゃあ交通事故で死ぬのかどうなのか実験してみましょう。やんないよ。はい。実験企画で。どうせやんないし。仏壇壊してみた。ごめん。お嬢さんに言っちゃうからみんな。ごめんねな、YouTube じゃん。仏壇壊してんだよ。じゃあもう仏壇でいいですよね。もうわかんねえ。じゃあ仏壇壊しましょう。しません。うん。まさん、どうですなんか今ちょっと、泣いてました、まあ、うん。いや、もう。それでも笑ってました。いや、岩川さんは、よくそんなこと言えましたって、後から今度は僕が今度は、バチ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 、笑いのそれ。言ってますよ、岩川さん。今さ、なんとかしてください。僕のことをちょっと助けてください、本当に。僕はもう後からもう、ひっくりバチ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 やるよ。こういう風になっちゃいます、今。今こうやって怒ってる怒りが、岩川さん帰った後に、岩川さんに振りかかってくる、はい。もうやめてくれて。はいはい。全部ダメじゃないですか。ホームレスなるのと、マーさんがホームレスなるのと、仏壇壊すの、どれがいいですか。全部ダメ全部ダメだもん。どれか選ばないと。ないです、ないです。ない。お前、鋼の錬金術師読めん。投下交換ああ。うせえばか。超何だと思ってんだもん、今。あれもダメ、これもダメって。そんなもんじゃ何ももらえねえぞ。そんなことしません、私は。そんなことしたら、クネス怒られちゃう。リアスいねえだろ。で今。クネスさん、聞いてるよね。会話してる。怒ってる。ほら、霊感ないのに、そういう嘘ついたら、ほら、悪霊寄ってきてます。怒ってるって。ほら。怒ってる。皆さん、簡単に怒ってる。うん、怒ってますよ。よし、ちょっと、殴ってくるよ。ふざけんじゃねえよ。あれ、クリアス出てこいよ、これ、やりな。いや、クリアス怒ってますよ。はい。やつ。怒ってますよ。行くなよ、君。怒ってます。クリアス怒ってんのか。止めないから。ちょっと、怒ってますよ。やめろよ、クリアスさん。やめろよ、クリアスさん。やめろよ。クリアス出てこい。やめろ。クリアスさん怒ってますよ。ダメですよ。クリアス怒ってな。俺止めてみろ。おい、クリアス。ああ。やっかないでよ。ダメだよ。暴れてダメだわ。クリアスが怒ってんじゃなくて、おめえが怒ってんじゃねえ。お前ら、嘘やよ、バカ野郎。ほら、ね。そういう嘘ついちゃダメですよ。クリアスさん怒ってないでしょ。あれ見てみろ、キモアイコ。うん。キモアイコって知ってる？あの、デイバイク。あれ、本当に。ああ突破された。クリアスさん怒ってますよ。ダメ。ダメ、見てやつ。クリアス。サザエさんみたいな怒り方してる。ダメだよ。サザエさんが耳、カツオの耳引っ張るみたいな怒り方しましたね。はい。キクさん、キクさん、ドッキリです。バカ野郎全部嘘キクさん、ドッキリゆるやまんまみたいな。はい。大成功です。いやいや、何かドッキリだはい。ホームレスもやんなくてもいいし、仏壇も壊されなくていいですよ。はい。全部嘘です。っていうドッキリなんですか？はい、ドッキリです。ごめんやろ。はい。ドッキリ企画取ったんです。もう何も見なくて。はい。あれ、ドッキリ見たことありますこんなんじゃないですよ、ドッキリ。こんなじゃなかったですか？全然違います。YouTube とかに
まで見てください。嘘つきはいい。違います。あの、ドッキリで言う、あの、嘘ついた後にドッキリでしたって言えば収まるやつじゃないです。はい、最後に大成功って言って終わりましょう。はい、菊ちゃんおいで。うん。早く。ほら、大成功って言わないと終わんないよ。ほら、ほら、大成功って言わないとカツ丼食べれないですよ。早くしろよ。ほら、大成功。カツ丼食べたいでしょ。最後に大成功って言いましょう。せーの。ほら、ほら。あ、だからドッキリだから大丈夫ですよ。はい。ほら、ほら、大成功って。あ、取れちゃった、ほら。あ、いや、ほら、菊ちゃん、菊ちゃん。取れちゃった、これ。はい。ダメだよ。はい、菊ちゃん。なんてことやろ、これ取れちゃって、これダメ。うん。菊ちゃん、大成功。うん。はい。大失敗。ダメだこれ。それではまた見てくださいね。じゃんけんポン。そこ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 面白い。いや、とても面白い。そこそこそこチャンネル。終わりです。ありがとうございます。